ベティ・ホルバートンことフランシス・エリザベス・ホルバートンはアメリカ合衆国の計算機科学者であり世界初の汎用電子デジタルコンピュータエニアックのオリジナルのプログラマの一人である。ホルバートンはデバッグにおけるブレークポイントを発明した。エニアックの制御盤を操作するプログラマのベティ・ジーン・ジェニングスとフラン・バイラス・ホルバートンは1917年に ペンシルベニア州フィラデルフィアでフランシス・エリザベス・スナイダーとして生まれた。ペンシルバニア大学に入学し、遠くに旅行に行けるという理由でジャーナリズムを専攻した。ジャーナリズムは1940年代のキャリアとして女性に開かれた数少ない分野の一つであった。大学での授業の最初の日、数学の教授は彼女に家で子供を育てるのは良くないだろうかと尋ねた。 ペンシルベニア州フィラデルフィアのブラジルレアルビル328でエニアックをプログラミングしているベティ・ホルバートン第2次世界大戦中アメリカ陸軍は弾道軌道の計算のために多くの女性を雇用した。ホルバートンは陸軍に徴用されていたペンシルベニア大学ムーアスクールに計算手として雇用された。その後エニアックをプログラミングする6人の女性の一人に選ばれた。 ホルバートンらは陸軍の弾道研究所で弾道軌道の計算を電子的に実行するようにエニアックをプログラムした。当初エニアックの本体が軍事機密に指定されていたためプログラマはエニアックの設計図と配線図しか見ることを許されなかった。エニアックに取り組んでいる間彼女は就業時間外の夜に多くの生産的なアイデアを思いつき他のプログラマに私は 他の人が起きている間に解決した問題よりも多く、睡眠中に問題を解決したと冗談を言った。エニアックはペンシルベニア大学で1946年2月15日に発表された。かかった費用は約48万7千ドルで2018年の価値に換算すると約705万ドルに相当する。第二次世界大戦後、ホルバートンはレミントンランドと アメリカ国立標準局に勤務した。1959年、彼女は海軍デビット・テイラー線形研究所の応用数学研究所のプログラミング研究部門の責任者となった。彼女はユニバクの開発を支援した。キーボードの隣に数字入力用の点キーを配置するコントロールパネルを設計し、エンジニアを説得してユニバクの黒い外装を グレーベージュトーンに変更させた。この色は後にコンピュータの一般的な色になった。彼女は初の生成的プログラミングシステムを書いたうちの一人だった。ホルバートンはトランプのデッキを使ってバイナリソート機能の決定ツリーを開発し、10個のテープドライブ群を使用してプロセス中に必要に応じてデータを読み書きするコードを作成した。彼女は 初の統計分析パッケージを作成し、1950年の米国国勢調査に使用された。1953年にメリーランド州の海軍応用数学研究所でコードプログラミングのスーパーアバイザーになり、1966年まで在籍した。ホルバートンはジョン・モークリーと協力してベナックの C-10 命令セットを開発した。これは、 後のすべてのプログラミング言語のプロトタイプになった。彼女はまた、グレース・ホッパーによるコボルト・フォートランの初期標準の開発にも参加した。後に、国立標準局の職員として、フォートラン言語標準の最初の二つの改訂版にも関わった。彼女は、ジョン・ボーン・ホルバートンと結婚し、パメラとプリシラの二人の娘を設けた。彼女は2001年12月8日に、 メリーランド州、ロックビルにおいて84歳で亡くなった。数年前から患っていた、心臓病、糖尿病、脳卒中の合併症が死因だった。1997年、エニアックの6人のオリジナルのプログラマの中で、唯一、A. 画ラブレス賞を受賞した。1997年に、IEEE コンピューターソサエティより、コンパイルに関する最初のアイデアを生み出した。 そうと、マージジェネレータの開発に対して、コンピュータパイオニア賞を受賞した。また、1997年に、他のオリジナルのエニアックプログラマと共に、ウィメインテクノロジーインターナショナルの女性技術者の殿堂入りを果たした。2015年、サンフランシスコに、ソフトウェアエンジニアのための学校、ホルバートンスクールが設立された。ありがとうございます。